各元校、1868年1月18日から1910年9月14日は、中国の中国武術家、新朝末期、中国直令小生会県出身、字は、春京、悲壮県を広めたことでも知られる、武術家の家系に生まれる、各家七世、幼い頃は、病弱のためひりきで拳を汚すと、父は武術を教えなかった。 そのため、不景の武術練習を、こっそりと見学し、独学でイサオを身につけた。24歳の時に、地元の名手を打ちまかしたことにより、父に認められて、家電の悲壮権を伝授される。1909年には、上海西部体操学校を創設する。また、上海の西安寺路における公開試合に勝利した。新港明によると、当時、角元校は弁発を言っており、 身長170数センチメートル、体重約90キログラムであった。本来この試合は西洋人レスラーが挑戦者を募ったことが発端であり、角元校が対戦する予定であったが、当時この人物は上海をすでに離れており試合には出場していない。角元校はこの試合で日本人武術家に勝ったことで恨みを持たれ、日本人に毒殺されたとの逸話が広く知られているが、 これは全くの俗説である。彼の親族や現存する弟子たちの証言によると、この試合はあくまでも友好的なもので過激な内容ではなく、彼は持病の肝硬変により死亡したと証言されている。当時の彼は、生来肝臓を病んでいたことが知られており、キメントラと呼ばれていた。毒殺説は、小説などにおけるフィクションに過ぎないが、映画等のメディアを通じて広く流布している。 角本校と共に、上海西部体操学校の創設に関わった、陳光明の改装録、西部会50年には、日本人との友好試合で、角本校の対戦相手が不幸にも腕を負傷したこと、角本校が、日本人の売役を服用した際に病状が悪くなったことが記されている。この記述は前日の続説と共に、映画のストーリーに影響を与えているが、陳光明は、 日本人との交流は有効的なものであったと明記しており、角本孔の死因は早を痛めたことによる滑血病としている。角本孔撮影時、角本孔が死亡した年齢と同じ年齢の Z リーが主役を演じ、中村指導が日本人武術家役でも出演した。さらに、Z リーが熱望して実現した J 長による同盟主題歌もヒットした。ハット飛集券は主として、 河北省などに伝わる武術、小森園、悲壮長剣などの当時が伝わる。伝説によると悲壮剣の開祖は水古伝の登場人物、遠征である。伝説では、遠征は反乱軍の将であったため、開祖の名を筆したことから、悲壮剣と呼ばれたとする。また、名将芸の名は、複雑な方法を用いることに由来するという。京広式掘りは、角元公とは、 伝承系統が異なる秘襲券を書籍で公開している。秘蔵長剣は対極券のようにゆっくりと練習される当時であり、少林漫画師と呼ばれることがある。ドラゴン怒りの鉄拳の主人公、鎮馬ことは、鎮公明をモデルにしたものと言われている。鎮公明は白血病の原因を呼吸法の副作用としている。角本公は、上海新聞時の中国暮れない十字会員に、 入院しており、日本人医師が治療に関わった記録は存在しない。各血病の原因は、結核菌であった可能性もあるが証拠は存在しない。ありがとうございます。